大下宇田るもう地獄1吉蔵殺しの犯人はこの俺だあの手紙を書いたのもこの俺だとか言ったところで誰がそれを信用するものがあろう 誰だってきっと大笑いをするに違いないのだお前のような目の見えないやつにあんな凶行が犯せるものかお前のような目の見えないやつにあんな手紙が書けるものかきっとそういうに違いない私は最初こんなふうに思っていました そして犯罪の発覚を少しも心配しませんでした非常に強い自信を持ってあれだけの強行を犯したのです犯行の手順そのものについては今でもやっぱりどこにも手抜かりがなかったように思いますそれがまあたった一つのくだらない 犯行にはほとんど関係のないほんのちょっとした私の不注意からこうして自白せねばならなくなったとはああなんという恐ろしいことでございましょう。でどんな方法で板前の吉蔵を殺したかそれを申し上げる前に私は どんな理由で吉蔵を殺すようになったのかそれをまず聞いていただきたいと存じます。先日めればこれは私の目が見えなかったからと言ってよろしいでしょう。それも途中から目が見えなくなったのがいけなかったのです。生まれつきだったらああした考えも起こりますもい,いしまた考えたとてできることではなかったのです。 目が見えなくなってから私の幸福な世界がガラリと変わったそれが全ての原因です25の秋まで私は大変な幸福でした恋女房のお吉とは一緒になるし梅薬店の方はとんとん拍子に繁盛するし何の不平もありませんでした 25の秋。それはお吉が来てからたった半年の後でしたが私は石底を患いました。そしてその結果は私が生実家薬剤師であったばかりに最初の疼痛を手療治で治そうなどとして私はとうとう一生涯目が見えなくなったのです。 なんと愚かな私だったでしょう先生が見放したってえ私の一年で治してみせるわそうですお吉はそう言ってその当座私を解放してくれたものですそしていよいよ一生目が治らないのだと悲しい諦めをした時でも おきちは方々を奔走して近所にあった小料理屋を買うことにしこんなことを言ってくれたのですねえあなたこの商売はもうダメですから仕出し屋を始めてみない料理屋は嫌でしょうけれど仕出し屋ならいいでしょうあたしきっとやっていけるわあんたは遊んでいればいいの私は 思わずお吉の手を探ってそれをおしいただきましたありがとうお吉私はお前にすまなくてすまなくてまあそんなこと言うものじゃなくてよあなたが働けないから私が働くのは当たり前じゃなくってお吉はそう言ったのです お吉の言う通り、目が見えなくなった私としてはとても薬剤師をやってはおられませんし興津はもともとある料理屋の娘なのですから仕出し屋はいい思いつきだと考えて私はすぐに興津に同意したのでしたそこで仕出し屋の名前は大臣としましたがその大臣の店開きをしてからものの三つきもたたないうちに 私はお吉が次第に冷淡になっていくのを感じました出入りの上結さんを相手にして「だってねうちの人は目が見えなくなってからそりゃしつこいってないんですもの」などというのをふと立ち聞きしたこともありますお吉は、 明らかに私を嫌い始めたのです実際私はしつこかったかもしれません目の見えない悲しさにはお互いに愛武し合っていることをはっきりと知る手段はただ一つしかありません昼間でもお吉がそばへ来さえすれば私はお吉の手を握り詰めに握っていました そうしなければすぐに逃げられてしまうように感じたのですさてしかしお吉が私に対して冷淡になったことを知っても私はまだまだそんなに不幸ではありませんでしたたとえそれが私からの懇願であったにしろお吉はとにかく私の愛部に報いてくれたのです私としては それで十分に諦めていなければならないはずでしたところがあるよのことです私はふとこんなことを申しましたおい俺はあんま臭くなりゃしないかね寝巻きのせいだったかもしれません私は寝返りを打った時に 私の母体から発散する日光に熟れたキュウリのような臭みがプンと鼻へ揺らいでくるのを感じたのですするとおちは三尺ほど離れたところでフフフフ,フと笑いました私は思わずカッとなって「おいあんま臭くてもな私はお前の夫だぞ!」 こう言いながらムクムクと起き上がりましたが、その時です。お吉はあれと叫んで飛びのいた風でしたが、私がその方へ行こうとすると、お吉がまた叫びました。よ、吉蔵さん、どうかしたよ。私は。 たちまち義蔵に殴り倒されてしまいました義蔵を殺そうと思い立ったのはその世からです板前をやらせていた義蔵がまさかそこにいようとはそれまで夢にも思わなかったのです2 その世のうちに料理場からデバを持ち出して吉蔵をただひとつきにしようかとも思いましたしかし私は目が見えないのでしたデバを持ったまま吉蔵にくみしかれた自分の悔しい姿殺人未遂の罪名で連れて行かれるみすぼらしい姿 そしてそれをふてぶてしくもあざけり見送るお吉や義蔵の顔私の見えざる網膜にはまざまざとそれらの場面がえじてくるのです私はじっと胸をさすって育児なくも義蔵に屈服せねばなりませんでしたそしてそのあげくに 骨肉と言わず臓腑と言わず無残にもブスブスと音を立てて身内を焼きただらかす執念の炎を抑えに抑えて考え出した私の計画は今考えてみてもよくあれだけの根気があったものだと思うほど綿密な必要なそして絶大な根気を必要とする計画でありました。 目の見えない私が目開きを殺すにはしかもできるだけ残酷に殺すには第1万事に対して少なくとも目開き同様の能力を得なければならぬ第2実行にあたっては 目が見えないものには到底不可能と考えられるような方法によらなければならぬ。第三自分は極端に鈍感な目の見えないものとして知られていなければならぬ。こうさえしておいたなら動機やその他で私に嫌疑がかかったにしたところで私が鈍感な盲人であるという一事が。 全ての嫌疑を一掃してくれるだろう私はそう考えたのですこう思い立つと私は唯一の味方であるべき感覚の鋭敏さんについては極力これを鍛錬することに努めましたがそれと同時に一方ではお吉たちばかりではなく私を知る世間全体に対して 私が極端なる鈍感であるということをも示さねばなりませんでした私の異常なる感覚の鋭敏さが他人に認められてはこの計画の根底がガラガラと崩れてしまうからですさてそれは長い年月でありましたさあこれでいいと自信がつくまで感覚を鍛えるには 実に5年という歳月を費やしたのですのろのろとや闇の穴の底をはい回るようにして5年間を私は孤独な世界に住み続けたのですなんというつらい長い時間であったでしょうその間の苦痛は到底口にも筆にも言い尽くされるものではありません そしてまたこうして感覚を鍛える傍らそれと反対の評判を立てさせるということも実に容易ならぬ苦心でありましたいえ実を言えばこの方が私にはもっともっと苦しかったのですなぜか皆さんは不審に思われるでしょうこういうわけなんです わざと電柱に突き当たったり子供の張った縄にかかって転んでやったり私はたちまち「大臣の親方はなんて勘が悪いんだろう」と言われるようになりました私の儀形はまんまと成功したのですところが皆さんここに思いもよらぬ苦痛がありました 私はその苦しみに耐えかねて幾度かこの念入りな計画を法的しようかと思ったくらいですお吉と吉蔵までが私を鈍感極まりない盲人だと信じたのですがこれこそ何たる皮肉であったでしょうか私の感覚は実際皆さんが想像できまいと思うくらい発達していました顔の皮膚 手の甲だらしなく露出した胸そのいずれもが昆虫の触覚以上に鋭敏でありましたそのいずれもが私の目でありました私はそれらの目によって全てのものの動きから起こるあるかなきかの空気の動揺を感知することができたのですそうして興津と吉蔵は それを全く知りまたくしりせんでした私が茶の間へ出て、たんすへでも寄りかかっているとします。何が起こってもわからぬように無表情な顔をしていたとします。そうすると、おちら2人が私の目の前で大胆不敵なる情致の戯れを始めるのです。 鈍感な私が彼らの前にいるということがおそらくは彼らにはたまらなく愉快な刺激だったのでしょうふと吉蔵が体の向きを変えます長火鉢の横から右手を伸ばします「まあ」という表情をしながらしかし何の抵抗もしないでお吉が。 持っていたキセルを捨てます。悪魔です。彼らは悪魔だったのです。<ン>大臣の構えは間口が三軒ですが、奥行きは表通りから裏の黒亀川まで続く細長い家でした。 表から入ると2坪ばかりがコンクリートの土間で板場がその横にあり帳場の後ろから細い廊下が一直線に奥へ突き抜けて廊下の片側は茶の間や雇い人たちの寝室義蔵とお吉は一番奥の八丈間に寝て私はそれと向かい合った陰気な四畳半にいました私の部屋は 窓を開くと下はすぐに黒亀川の水面です。潮が満ちてくるとびちゃびちゃと波の音が聞こえました。おそらく黒くよどんだ水でしょう。右手にはメサへ開いていれば隅田川がその広い川物の一部をちらと覗かせているはずで、それは私の説明当時におきちが優しく説明してくれたところです。 一帯がこの部屋は私より前の料理店当時に特別の客間として使用されたらしく入り口はがっしりした洋風の扉おまけに錠前までついていたもので私にはそれがこの上もなく便利でした私はこの部屋の扉を境にして極端なる鈍感と敏感との使い分けをやったのですそして 私は5年間この部屋の中で感覚の鍛錬をしお修士をいたしました字をを書くこれが私のの計画にはなななかなか重大な役目を務めたのですとにかく25までは目開きでありましたから字の形を知っていたので私は大変に楽でした厚さ1寸ほどの定規の一辺を紙の縁にきっちり合わせ それと直角になっている他の一辺にペンを持つ手の指端を絶えず触れさせることによって行の曲がるのを防ぎ各行の空きは指一本ぶりずつ定規を後ずさりさせることにしましたもっとも自分の書いたものが果たして他人に読めるかどうかということについては甚ははだ不安がありました「読めるか?」と言ってお吉に読んでもらうわけにもいきませんし いろいろに支援してあげく、朱々な雑誌へ俳句を投書してみたものです幸いにお向こうの染物屋の主人がぼんこつと融合を持っているくらい俳句の好きな人でしたから私は時々その店へ行って雑誌の当選俳句を読んでもらうのですもちろん私が投書したことは内緒でただ好きだからという口実で聞かせてもらうのですが5年も続けている間に だいぶ線へ入るようになりました。大臣さん、近頃面白いことがありますこの神義に取られている感想という男ですがね、この男、どこの雑誌へ投書しても住所、生命を知らせないんです。侮りがたい腕前ですが、よほど変人と見えますね。染物屋の凡骨さんはそんなことを言ったものです。 無論感想というのは私の背面で覚えていられる方があるかもしれませんこんな具合にして万般の準備が出来上がるともういつでも目的を達せられるはずなのですがそうなるとまた妙なものでしたこの5年間の苦心が吉蔵殺しのただ一瞬間で完全に報われてしまうのかと思うとなんだか物足りなくなってくるのです また全ての計画を自分の胸だけに畳み込んだまま彼らの残酷な侮辱に甘んずるというそのこと自身もなんとなく小気味よく感じられ時には不思議な閲楽の中に浸ることさえありました変態心理だったのかもしれませんがしかしついにその時が来ました 失明してからは足かけ7年目の正月です1月15日の日暮れ時でした何をぐずついてるのさごはんがすんだらさっさと奥へ引っ込んだらいいじゃないのお吉につっけんどんにこう言われた私は立ち上がりざまにそばにあったタバコ本へぐっと片手を突っ込みました もちろんわざとしたことですがお吉はクワッとなって私の耳を引っ張りました「そらそらまたやった!」なんて勘の悪い盲人だろ。う。とこれは吉蔵ですお吉が立って肺の始末をする中を私は手探りしながらのろのろと廊下へ出ましたほんとに嫌になっちゃうよ。ねえあなた。 と、後ろからお吉,の声がしましたお吉はいい気になって義蔵のことをあなたなどと呼ぶのです私たちもごはんにしましょうかああそうしてもらおうかな2二人がこんなふうに話しているのを耳にしながら私は廊下の片端を柱や障子を頼りにして奥へ進みました。 もちろんこんな廊下などは手探りなんかしなくったって目開き同様にずかずか歩けるのですがそこが例の儀形なのですそうして私の部屋へ入って扉の錠をかけてしまうと私はたちまち敏感になりました敷きっぱなしの寝具だの火鉢だの半分飲みかけたままの湯飲みなどが雑然と置き並べられて 目開きでも何かにつまずきそうなのをひょいひょいと足場を拾って私は部屋の隅へ行きそこの机に上がると天井板を1枚持ち上げて中からインク壺や書簡線を取り出しましたいつもそこに隠しておくのです苦心して買い集めたこれらの道具ももう今夜きり使えないのかと思うと少し涙っぽい気持ちになりましたがやがて私は 手紙を書き始めました。でその手紙の文句は省略しておきますが要するに「しに都合のよいことには吉蔵が前科者で以前にある悪事を働いていた相棒をその筋へ密告したことのあるのをふとしたことから知っていましたので近いうちにお前のところへ訪ねてゆく」。 金をいしておいておくれ。さもなければただでは置かないぞ」というような意味の文面でした差出人の名前は無論書かず義蔵がそれを読みさえすれば「あああいつだな」と胸へくるように甚だ漠然としたものにしておきました。 裏切られたという相棒を知っているわけではなし、手紙の文面にはずいぶん骨を折ったのです。手紙を書き終わると、ペンやイン、くつぼなどの道具をひとまとめにして、重しをつけ、窓から黒亀川の中央と思うあたりへとぶんと投げ込みました。それからまた思い出して漂白液の小瓶を取り出し、指先を丁寧にぬぐいました。 インクのシミが怖かったのですそうしてその漂白液の瓶を同じく黒亀川へ投げ込んでしまった時私は初めてほっと安心したものです計画の第一歩はまず滞りなく終わったわけでした4 翌16日は藪入りで雇い人たちは皆外出してしまい吉蔵とお吉と私との3人だけが家へ残りました夕方になると私はお吉に向かって金井橋際の寄席やってくれるようにねだりましたお吉は迷信家でしたからこんな日ならおねだりがきくかと思ったのです果たしてお吉は それれれをを許ししたたた上に1円の小遣いをくくり車ままでで呼んでくれました実を言えば私は平税から帳場の金を少しずつ盗んで大分蓄えができていましたからこの小遣いだって別にありがたくもなしまた車にしたところがこれはお吉の親切からではなく鈍感な私が途中で怪我でもしたら面倒くさいという考えからだったでしょうが。 別の理由にによっって、車だけは大変に助かったた。と思いました後になってこの車夫が私のために有力な現場不在証明をしてくれると考えたからです。予定へ入るときには車夫に軌道線を払ってもらい帽子はわざと街灯の下へ隠し顔をむき出しにしておりました。 例の通りの鈍感さを至るところで表しながら私は自分の席へ導かれたのです何しろ藪入りのことですから中は大変な混雑です私は最初の2人ほどの話を聞いた後シナ人の記述が始まった時そっと席を立ちました観客の目がことさら注意深く舞台上に向けられている時を選んだのです 席をたつとすぐにかわやへ行きあたりにひとのいないことをじゅうぶんにたしかめたのちわたしはかわやへはいりましたびろうなおはなしですがそのなかでへんそうをしたのです家をでるまえからよういしておいたかんぼうよけのマスクいろめがねいろめがねをかけるとかえってひとのちゅうをひくかともしんぱいしましたが どうも自分の義眼が不安なのでこれを用いましたえりまき鳥打ち棒それで十分でした変装が出来上がると今度は全く敏感な私として行動せねばなりません目開きらしく振る舞わねばなりません私は廊下まではみ出されている客の中をごめんごめんと言いながら いかにも木戸口はいまひとしおの混雑時で下足盤は目の回るほど忙しい様子でしたから私はその人混みに紛れて懐から用意の朝浦草履を取り出すやいなやひらりと寄せを飛び出したのです寄せを出ると真向かいが金物屋でその隣が古着屋ですかねてそれを確かめておいたので 私はまず金物屋へ入って刃渡り4寸の合口を買い求め次に古着屋へ入ってくすんだ褐色の文字りを買いました無論目開きらしくするために手術の動作をし古着屋ではこんなことさえ言ったものですどうも色が少し派手すぎるように思うがどうかね伝統の明るいせいかしら いくら敏感だって色なんぞ見分けがつくわけではありませんが番頭は少しも気づかずに「大丈夫ですよ。昼間見てもごく地味な色合いですから。へっ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 へなどと言っておりました文字を買うと今度は金井橋へ急ぎました家臣に自動電話のあることを知っていましたからその影へ身を潜ませ 急いで街灯をもじりにきかえ街灯は風呂敷に包んでそこへ置きました夜ではあるし大分大丈夫と思ったからです金江橋を渡ると大臣はすぐ近くです私は全く常人と同じ速度で大臣へ向かいました 「ごめん」できるだけ低い声でそう言って大臣へ入ると私は懐中できっと合口のつかを握りましたもしお吉に気づかれたら不本意ではあるけれどすぐにその場でやるつもりだったのですしかし案外お吉は気づきません 変装と盲人ではないという二つのことだけで声に聞き覚えのあるのに気がつかなかったのでしょうこういう点だけは盲人の方が早く気づくものです吉蔵さんに用事があるのですが手紙は届いていましょうかああさようでございましたかまあどうぞじゃあ このままごめんこむって。前に申し上げておくのを忘れましたが例の手紙は前夜こっそり勝手口から抜け出してポストへ投げ込んでおいたのです私は鳥打ち帽をかぶったままずっと帳場へ上がりました帳場からはすぐに廊下ですお吉が先に立って私が一歩だけその廊下へ踏み出した途端に お吉が叫びました。ああ、お危なうございます。今ろうそくをつけますから。なあに大丈夫です。こう言って私は構わずに廊下を進みました。案内をすべきお吉の方が私より後にオジオジとついてきたくらいで、私はいかにも目あきらしく、足音もたからかに先に進んだのです。 ちょっとお待ちください。そこです。と言いながら、ようやく私に追いついたお吉が、私を押しのけて先へ立とうとするとき、私はいきなり首のところへ腕を回し、用意したクロロフォルムを浸したハンカチでお吉の口をギュッと押さえました。騒ぎを聞きつけて吉蔵が出てくるのを覚悟していましたから、片手でお吉の口を押さえたまま、 私は私の部屋の中へお吉を引きずり込み扉をバタンと閉め切ったのです義蔵は彼の部屋でしばらく聞き耳を立てていたものと見え彼が出てくるまでには案外手間が取れ私にとっては誠に好都合でした「おいどうしたんだ!」こう言って義蔵が私の部屋の外からお吉に向かって声をかけた時には すでに奥吉チがばったりと気を失って倒れた時です。片手にしたあい口を握りしめて、私は扉を急に手前に引きました。平ぜい鍛えておいた感はこのとっさの際にも大変に役立ちました。扉に身をもたせていたらしい吉蔵はよろよろと室内へよろめいてき、吐く息が私の顔へさっ。 とかかったのです私は合口を持った右手をグンと前へ突き出しました奇妙なうめき声が聞こえるとともに私は腰のあたりをしたたかに蹴上げられましたがそれと同時に夢中に相手の胸ぐらをつかんだらしい私の左手へどっしりと重みがかかり私は思わずそれを離してしまいました。と ドタンと大きな音がして義蔵は向こうに倒れた様子でしたが私もまたヘナヘナと腰が崩れてベタンと尻餅をついてしまいましたこうなるともう全く夢中です勘の良さも何もありません畳にしがみつくようにして四つんばいにして身を起こし アイ口をあたまのさきでがむしゃらにふりまわしながらわたしははってゆきましたブルブルとふるえているけずねにてがさわるとぱっとみをおどらせてとびついたものですそばからみていたらまるでえものをみつけたヤモリのようだったと思いますアイ口をブスッとつきさしたりベリベリッとてまえへひいたりいろいろなことをしたが し私はほっとっと息をついてどっかりとあぐらをかきました隣の蓄音機が遠くの方に聞こえ妙に落ち着き払った気分でしたそしてその蓄音機を聞いていると私はおいおい泣きだしたくなったものです どうしてあんな気持ちになったものか今でもわからないことですが死んでしまった相手の体をぐいぐいとこずいたり足を持ってずるずる引っ張ってみたり私はかなり長い間そこにいたのでしたーーーーー窓の外に炉の音がして 私はハッと気がつきましたまだしのこしたことがたくさんあったのですもしあの炉の音が聞こえなかったら私はあのままいつまでもぐるいのようなことをしていたかもしれませんがくぜんとして身を起こすと私はすぐに料理場へ出て注意深く手足を洗いました いくら洗っても血がついているような気がして困りましたけれどもいい加減なところで打ち切って水道の線を閉めました手を拭くとその乾いた手で顔から胸から体全体を触ってみましたがどこにもあまり濡れたところがありませんこのくらいの返り地ならもじりは褐色だし夜のことではあるし まずすぐには怪しまれないと思って安心しました例の変装のままで表へ出るとお隣の蓄音機がはっきり聞こえました少しも気づかれた様子がありません私はスタスタと金井橋へ向かって行き例の自動電話の影へ来ると手早く文字利と街灯と置き換え鳥打ち棒を脱ぎ捨てて その代わりには私の常用のありふれた方の中折れをかぶりました変装用具や凶器のうちマスクだけはそのままにしてあとは全部自動電話の裏の皮へ投げ捨てておいたのですさてこれだけの始末がつくと今度は最後の難関です再び余せへかねばなりませんがしかし これも案外好都合に運び帽子をできるだけまぶかにかぶった私は二度目の軌道線を払うだけのことで誰にも怪しまれずに寄席の客となれたのです中は相変わらずの大入りでした6 最後に楽屋総出の茶番があってそれが終わるとぎっしり詰まった客が一斉に立ち上がりましたが私だけは一番遅れて立ちました再び鈍感極まりなき盲人の私になるのです家から車で送り込まれた時と同一の服装で私は柱に額を打ち付けたり敷居に足を取られたりしながら 下足を受け取りに出たのでした。街のポケットから下足札を出して言いました「これをお願いします大層な入りでしたねええー、おかげさまでなんしろ藪入りは書き入れでさね」と下足番は足だと杖とを私に手渡しながらお藪のうござんすぜ。 そらそらこっちが杖ですどうもすみません勘が悪いので言うか言わぬかに私はストンと土間へ転がり落ちました下足盤に深い印象を残すす。ためです外へ出ると私はなるべく手間を取って歩くことにしましたまだ何か手落ちがあったような気がして 今までの手順をもう一度頭の中でゆっくり繰り返してもみたかったし大臣へこのまますぐに帰るのが急に恐ろしくもあったのでしたコツコツコツと凍った地べたを杖の先でたたきながら私は歩いていきました金井橋まで来るとまだマスクと二度目に寄せてもらった下足布だと思っているのに気がついて それを橋の上から投げました軽いものですからその音が少しも聞こえなくて私は無性に不安を感じたものですするとまたこんな時には不安になり始めるとつまらぬことまでが気になるものと見え今度は水道の線が気になりました手を洗った後に水道の線も洗ったかしら 洗わないとすれば血のにじんだ指紋が残ってるかもしれないああ、困ったなあ私は橋の上へたたずんだまま一歩も足が出なくなったのですとその時ですけたたましく私を呼びかける手前持ちの松田の声が私を救ってくれましたあ、はあ、親方 大変なんんだ。だ。人殺しううちちで、でやられたんだえどどうしたって松田の言葉ではっと正気を取り戻した私は駆け出そうとしながら念入りにももういっぺんそこへばったりと転んでみせたのですそして松田におぶさって家まで連れ込まれると 私はうろうろしながら吉蔵の死骸に入りその辺りに漂っていた血潮を手や足や着物に擦りつけ今度は廊下の柱や壁のあちこちに血の指紋を残しながら料理場へ出て水道の栓をねじって水をガブガブと飲みました金橋の上で気になり始めた水道の栓をはじめとして 万一どこかに残したかもしれない犯行当時の指紋がこれで全部隠滅されたと同じことになるわけです松田が親方を連れて帰った時親方が慌ててやったんですと言ってくれれば誰もその指紋を疑うまいと思ったのです翌日結婚の付着した文字りと鳥り打ち帽子 塚を綿で包んだ刃渡り4寸の合口などが発見され一方麻酔から覚めたお吉はついに義蔵との関係を自白し同時に例の怪しい手紙を提出しまた当家の犯人の服装などについて詳しく陳述しました2日目にはもじりを打った古着屋の番頭と合口を打った金物屋の主人とが召喚されて 尋問を受けましたしかし誰一人として「犯人が盲人だった」と申したものはなかったのですこれらのことは全て人に読んでもらった新聞の記事や噂話から聞き知ったことですが私自身もまた相当に取り調べられましたけれども例の写フや寄席の下足版の証言を待つまでもなく 私には点で嫌疑がかかりませんでした。何一つとして異論がなく、私はかえって物足りなくさえ思ったものです。かくして、前に申し上げた私の計画、足かけ七年間にわたる地獄のような苦痛と忍耐とは、ここにほとんど完全に身を結んだことになり、 お吉はお吉で深く前臂を後悔して昔のように私を大切にしてくれるし私はもう何の不平もありませんでしたただこの上はごく気長に目立たぬように本質の敏感なところを少しずつ表して行きさえすればよいと思って犯行後の一か月を有頂天に暮らしたのです だから、一週間前に突然降印されたときでも、決して驚きませんでした。なあに、大丈夫だ。これだけに仕組んだ計画が、刑事さんなどに見表されるものか。そう思って、たかをくくっていたのです。実際、あんなばかばかしいことから、嫌疑がかかろうとは。 爪の赤ほども予想したことはないのです七。以上は、東京市深川区丸々町、大臣という、志田市県坂名省における板前職人、運の吉蔵殺しの犯人、伊藤凛太郎の自白である。 事件の内容はこの自白によって大体明らかであるからここに再び小説するを避けるが犯人が言っているようにこの事件を取り扱った係官一同は最初の間全くごり夢中のありさまであったお吉の証言及び例の脅迫状によれば犯人は吉蔵をゆすりに来たのだが思うだけの金を渡されなかったところから この教皇をあえてしたた。もののと考えるのが主導であったしかし肝心のお吉がその犯人の顔をはっきり認めていないばかりでなく吉蔵の知人の間にも何ら心当たりがないのである吉蔵の前科を調査し過去において吉蔵と共謀で仕事をしたらしいものをいちいち検挙してもみたが結局いずれも犯人でないことが判明したのであった。 ところで犯人井戸凛太郎に対しては当初何ら嫌疑がなく係官たちはお吉と吉蔵との関係を聞いて凛太郎に同情したくらいであるその凛太郎を怪しいと睨んだのは犯人としては全く思いがけなかった点からで実に次のような次第であった犯人が自白する一週間ほど前のことである 警視庁でも敏腕を持って鳴るという B という刑事がすでに3回目ではあったがお吉を尋問したするとお吉はその時になってこんなことを思い出していったのであるその男が帳場から廊下へ出るとたんに停電があったんですいつもは廊下にも5色の電灯がついているんですがそんなわけで急に暗くなったので。 たししはろうそくをつけようとしましたすると男は「何大丈夫です」と言いながらぐんぐん先に立って私の方が後からついていきましたきっと家の勝手を知っている男に違いありません B 刑事はこれを聞くと何かハッと思い当たることがあったと見えてすぐに凛太郎を降引させてしまった。 いくら家の勝手をわきまえたものにしたってあの盲人にそんなことができるものじゃない見込み違いだろう手紙を出したやつを探さなくちゃいけないよ司法主任はそう言ったが B 刑事は何事か深い確信を抱いたらしくこう言ったものである大丈夫ですもし間違ったら何でも書けます 太郎は降印されてもニヤニヤ笑っていたそうであるがそれから1週間の B 刑事の活動は実にすばらしいものであったそしてついに B 刑事はある日のこと満面に気色をたたえて司法主任室へ来た「いの十三」と肉太に書きつけられた一枚の木札をテーブルの上へちょんと載せてこう言ったこれが証拠です 金江橋の橋桁の上に発見したものですが油じみた球場突起門があります凛太郎の指紋と同一です言うまでもなくそれは凛太郎が2度目に寄せに入った時にもらった朝浦草履の下足札で凛太郎はこれを橋の上から水中へ投げ落としたつもりであったが偶然にも柱から5寸ほどはみ出した橋桁の上に乗っかっていたのだ 文字りや凶器が発見されたそのすぐ近所から出た品物だけに B 刑事が注意してこれを調べると例の指紋があるおそらく凜太郎は手のついた血を水で洗っただけだったので脂肪がまだ取りきれなかったものであろうが凜太郎の指紋だと分かると B 刑事はすぐに寄せを調査した下足札だけが発見されたのだから そのよせのである。寄せの方ではまたのんきなものであった手袋や風呂敷包みなどと違って履物を忘れて帰る客はないはずであるからその残された草履を不思議に思いそうなものであるがそこがまた下足版の下足版たるゆえんであろう下足版はいい気になって自分のものにしていた。 盗んだのではないと言って大変に弁解したとのことである B 刑事の説明が終わると司法主任は言ったおおしてみると倫太郎は最初足だを履いたままで余生を送られたそれが草履の下足札を持っているのが怪しいそれにまた犯人は家の勝手を知っていたものだ とかいうわけで凛太郎を犯人と決定するのかねええ、はい、まあそうですが少し待ってくださいすぐ凛太郎を自白させてみますから B 刑事はこう答えておいて凛太郎を連れ出してきた凛太郎はひどく歩きにくそうに尋問室へ入った「ああどうもね」と B 刑事は言った 君には大変気の毒をした県議が晴れだから放免しようと思うんだが一つ教えてもらいたいことがあるんだへえ何でございますかと倫太郎はゆがんだ顔で顎を突き出した別の事件で盲人が関係していることがあるんだが盲人ってものには明暗の区別がはっきりできるかしらできませんね 大変明るいところと真っ暗なところならわかるかもしれません。しかし、私のような勘の鈍いものには。そうか、五色くらいの伝統が急に消えたらどうだ。さあ、わからないでしょうよ。えしかし。と言いかけたまま。 凛太郎は心持ち不安な顔をしたそうかところだね目開きは不自由なものだねそら鼻は保木市も言ってるだろう。急な停電などがあるとすぐ慌てるのだ自分の慣れている室内でも手探りをしなくちゃ歩けないものなんだり太郎は答えなかったそこでね 君のうちの事件だが犯人は廊下を歩く時に停電があったのも一向平気でずかずか奥へ進んだそうだ目焼きには少しできかねる芸当なんだがねと言って B 刑事は手錠を出してそっとそれを前へ突き出したおそれがどうしたんです 太郎はおびえたように身を引きながら言った。<laughs> と B 刑事が笑って。おいりんたろう。お前はな、目焼きでなくてはできないような手段で万事完全にやったと思ってるだろうが、それと同時に、目焼きにはできないこと、つまり盲人でなくちゃできないこともやっているんだ。そのときに、 お吉がろうそくをつけますと言ったのを覚えてるだろうう,うっそれからまだある予選の下足札に血の指紋があったんだ凛太郎と B 刑事は鋭く一括したもうダメなんだ自白してしまえこれで 倫太郎も自白したわけである。偽りの鈍感などは、たちまち見破られてしまった